オイット・タナックはエストニア出身のラリードライバー。2019年の世界ラリー選手権ドライバーズチャンピオン。日本のメディアではオット・タナックと表記されることもある。2010年フィンランド・タナックは趣味でラリーに出場する父親の影響を受け2004年からジュニアラリー競技を始めた。2008年2009年には エストニアラディー選手権の N4S2000 クラスを連覇した。2010年は、東京エストニアの英雄で当時 M スポーツに所属していたマルコ・マルティンが、M スポーツ代表のマルコム・ウィルソンにタナックを推薦したことで、ピレリ・タイヤと国際自動車連盟が進める若手育成プログラム、ピレリ・スター・ドライバーの一員に選ばれ、プロダクションカー世界ラディー選手権にて、三菱、 ランサーエボリューション X をドライブし2勝を挙げた。2011年はマルティンが運営する MM モータースポーツからフォードフィエスタ S2000 をドライブし S2000 世界ラリー選手権に出場した。3勝を挙げチャンピオン候補となるが最終戦でマシンを壊してしまい、予報半2年に次ぐランキング2位に終わる。WRC 最終戦ラリーギガバイトでは ストバートフォードのフィエスタ WRC をドライブし、WRC 初参戦となる中国のダマック、タイヤを装着して6位入賞を果たす。2012年は、M スポーツフォードから WRC フル参戦を果たす。第12戦ラリーイタリアで3位初表彰台を獲得するが、シーズンを通して安定感を欠き、M スポーツから放出され、2013年は、 エストニアのローカルラリーに逆戻りする。2014年はダマックが立ち上げた WRC2 チームと契約しフィエスタアルゴール5ドライブ。w r c 参戦に出場し第4戦ラリーポルトガルでは序盤2位を改装した。またヨーロッパラリー選手権2戦にもスポット参戦しホームイベントのラリーエストニアで優勝した。 2015年は引退したミッコ・ヒルボネンの代わりに M スポーツワールドラリーチームに加入し2年ぶりに WRC にフル参戦第7戦ラリーポーランドで3位表彰台を獲得するもシーズン終了後に再び M スポーツから放出される2016年モンテカルロ2016年はフォードのセカンドチームとして発足したダマックワールドラリーチームより WRC にフル参戦。第7戦ラリーポーランドで初日から首位を改装し、セーフティリードを築いて最終日を迎えるが、最終 SS 目前の SS20 で、痛恨のパンクを喫し2位に終わる。フィニッシュ後、悲嘆に暮れるタナックを、セバスチャン・オジェラタの選手たちが慰め、健闘を称えるという光景が見られた。第12戦ラリーギガバイトでもオジェをもう追試2位を獲得。 シーズン終了後、公式サイト wrc.com のファン投票による WRC ドライバーオブザイヤーに選出された。2017年は、再び M スポーツに復帰し、WRC4 連覇中のオジェとコンビを組む。持ち前の速さに加え安定感を身につけ、開幕から上位フィニッシュを重ねる。第7戦ラリーイタリアでは、 w r c 参戦73戦目にして、初優勝を達成。エストニア人の優勝は、死である、マルテニ以来13年ぶりとなった。第10戦ラリードイツでも、ウテンのタイヤ選択が成功し、ターマック初勝利を獲得。年間チャンピオン争いにも食い込み、最終的にヨジェとティエリー・ヌービルに次ぐランキング3位を獲得し、M スポーツのチームタイトル獲得にも貢献した。 2017年は自身の飛躍の年になった一方で、M スポーツは限られたリソースの多くを王者、お寺に注ぎ込んでおり、2番手の扱いに甘んじていた。そこでチャンピオンになれる環境を求め、トヨタ画像レーシング WRT 代表の富、茉記念からの引き抜きに応じた。 これに長年タナックの面倒を見てきた、M スポーツのウィルソンは、これほど信頼を寄せたドライバーはいないと弟子の、旅立ちへの通切な胸の内を語りつつも今後の、検討を記念した。2018年ドイツ2018年開幕戦、モンテカルロは移籍直後で完走狙いと語っていたが、いきなりチームメイトのヤリー・コールマティラとバラを上回る2位、表彰台を獲得。また第4戦、ただ良い ツールド・コルス終了時点では全ドライバー中最も多くのステージウィンを記録するなど、その速さがフロックではないことを示した。第5戦ラリーアルゼンチンでは通算100ステージウィンを記録し、そのままサイトステージウィンで移籍後発、自身3勝目となる優勝を挙げた。第8戦ラリーフィンランドでは、パワーステージ1位を同時に獲得しつつ、死であるマルコ・マルティン以来15年ぶりの エストニア人としての同ラリー優勝を果たした。続く、ラリーオブターキーでは我慢のラリーを信じられつつも、サバイバルを制して、自身初の3連勝を果たした。このままの勢いで、チャンピオンになるかと思われたが、残り3戦ではいずれもトップに立つもマシントラブルや、タイヤのパンク、さらに自身のミスもあって、年間ステージ勝利数1位にもかかわらずタイトルを逃してしまった。 一方で、トヨタはタナックの大活躍に支えられ、復帰2年目で19年ぶりにマニュファクチャラーズタイトルを獲得した。2019年も変わらず、トヨタから参戦。チームメイトは、昨年に続きラトバラとこの年からチームに加入した、クリス・ミーク。開幕戦ラリー・モンテカルロを3位で終え、続く、ラリー・スウェーデンでは、北欧出身ドライバー以外では、 史上4人目となる優勝を飾る。また、ラリーフィンランドとの両制派は、北欧出身ドライバー以外では、史上3人目。その後3戦は、オジェとヌービルの後陣を敗するが、第6戦ラリーチリと第7戦、ラリードポルトガルで連勝し、いち早くシーズン3勝目を挙げる。第8戦ラリー、イタリアサルディニアは終盤までトップを改装していた、ものの最終ステージで、 トラブルに見舞われ5位に終わる。しかしタイトルを争うオジェとヌービルも表彰台圏外に終わったことでサマーブレイク前の時点でランキングトップに立った。そして最終戦直前のラリースペインのパワーステージで圧巻の走りを見せ2位浮上、ステージウィンと共にドライバーズチャンピオンを決めた。エストニア人が FIA 世界選手権でチャンピオンとなるのはタナックとヤルベオヤが初である。 一方で、ヤリス WRC の信頼性の改善の方針をめぐり、マキネンとの意見の食い違いが2018年から断続的に発生。トヨタとの契約延長交渉は難航した。前述のイタリアでの最終 SS に加え、トルコでのロードセクションにおけるマシントラブルが決定画となり、これを嗅ぎつけたヒュンダイチーム代表のアンドレア・アダモの誘いに応じた。 ラリーギガバイト優勝直後の10月上旬にヒュンダイと契約。ラリースペインのデイに終了後に英国オートスポーツ紙がヒュンダイへの移籍を報じ、大会終了後の3日後に正式発表された。2020年はヒュンダイへ加入し、ティエリー・ヌービル、ニコラジル・スールグミットのダブルエス体制の一翼を担う。開幕戦モンテカルロではマシンが何回転もする。 大クラッシュを喫するが、スウェーデンとメキシコで調子を取り戻し、いずれも2位表彰台を獲得。その後、新型コロナウイルス感染症の影響によるシーズン中断、再編でラリーエストニアが急遽 WRC イベントに昇格。意外な形で実現した WRC 地元開催を制し、移籍後初勝利を果たした。しかし、第5戦トルコでは、 ステアリングトラブルで17位、翌戦のイタリアは6位に終わるが、最終戦モンツァを前に、ランキング首位のエバンスから28ポイント差の4位に、つけわずかながら逆転チャンピオンの可能性を残した。その最終戦は予測不能なコンディションではあったが、しぶとく走りきりに表彰台を獲得した。最終的にチャンピオン連覇は果たせなかったが、ランキングでは、 チームメイトヌービルを上回る3位で終えた。2021年も同チームから参戦予定である。シーズン進行中、ありがとうございます。